皆さんこんにちは。本日はですね、こちら看護師の佐藤さんと一緒にお送りしてまいりますが、ハイフ、いろいろとね、うちだとウルトラリフトプラスハイフとか、あの輪郭の脂肪を減らす脂肪溶解リニアハイフっていうメニューもあったりするんですけれども、そういったハイフの治療のちょっと原理を説明する動画を撮りたくてね、実験をしたいんですね。こちらですね、なんとですね、私の無茶ぶりに応えてこの佐藤さんがマグロの刺身を買ってきて、1ミリから3ミリくらい、1ミリから3ミリぐらいの非常に薄く頑張ってさばいてくださいってですね、こう切ってくれて、これはもうちょっと厚みあるかな。そうですね、こちらはちょっと本マグロになるので、ハイフというのは超音波の技術を使っていて、高密度焦点式超音波という原理なんですけどね、機械をこうやってお肌に当てると皮膚の表面には傷はつかないんだけれども、表面から3ミリとか 4.5 ミリの深さの狙った組織だけ熱を加えてそこを締めていくっていう治療なんですよ。でも表面に傷がつかないから本当にこれ効いてんのってみんな不安になりますでしょ。だからちょっと今回この赤身のマグロを使ってですね、本当に中に熱が入ってるっていうのを見たいと思います。この辺も3ミリぐらい、大体ここか、はい、なので3ミリっていうカートリッジ、カートリッジか、まあハイフの機械ですね、もうこのお魚に当てて、で皆さんほらお魚もお肉もそうですけど、焼くとさ白くなるじゃないですか。しゃぶしゃぶも赤身焼くとこうキュッとキュッとなりますし、縮まるのとあと変色しますよね。でマグロもですね、ある程度の熱が加わると色がこう白くなるので、これでちょっと見ます。我々のところで使ってるウルトラリフトプラスハイフというメニューで扱っているハイフの機種です。表面がちょっとこう SBC 用にコーティングいただいてるんですけれども、実際はウルトラセル Q プラスという機械を SBC 仕様に表面こういった外装とか整えていただいています。でこれがハイフを当てた時に皮膚の表面から何ミリの深さをターゲットに超音波が熱を加えるかというのが分かります。なのでこれは 3.0 ミリですから、マグロさんもこの厚みぐらいのちょうど、この、底面のところには熱が加わる予定ですね。これ患者様に当てる出力ぐらいですよね、はい、実際ね。で当ててみましょう。どうでしょう、表面には何にも変化がないですね。そうですね、何も傷もついてないし、はい、何も白くもなってない刺身です、はい、ただ裏返すと見えます、ここに点々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 っていうのがついてる。すごい、すごいでしょ、はい、これが私が見せたかったの。ここの底面に点々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 って点線がついてるでしょ、うん、これがちょうど表面から 3.0 ミリの深さで熱が加わって、今日のハイフはだいたい67、8度ぐらいの焦点温度になるんですよ、ここが。そうすると67、8度で熱せられたとこが白く変性してますよね。ハイフのここの機械の先端を見ると、これ 3.0 ミリという深さですね。でここからドットがこの線が書いてあるでしょう、ここからここまで、うん、この幅でハイフのドットが出るのね。うん、でこっからテテ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 テってこう音がさっき言ってたと思うんだけど、そのテテ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 ってドットが出てて、ちょうどこの距離で赤身のとこにも点々がついてますよね。で若干厚みがこの辺は結構薄くなってるので3ミリあんまなかったんですよ。だからちょっとこの辺3ミリ若干足りないところは点があんま出てないですけど、この辺のちゃんと3ミリの厚みがあるあたりは白くなってますね。お顔の解剖学的な知識をもとに、どこの部分には何ミリの機械を使うと
何の組織に熱変性を加えられるっていうのが考えられます。それをいろんな、まあ、もう昔からいろいろこういう機械を開発されている方とか、いろんな諸先輩方、いろんな美容業界の先生方とかが開発に開発を重ねて今の機械があります。これは 3.0 ミリでしたが、最近では例えば目周りとかおでこのシワを改善させるために 2.0 ミリっていう脂肪層よりもちょっと上、真皮直下ぐらいのところに熱を加えてコラーゲン生成を流したり、皮膚の引き締めをしてくれるようなこの先端もあります。これが 2.0 って書いてあるやつで、これですね。そうすると先ほどよりもちょっと薄いマグロに登場してもらいます。では当ててみます。表面には傷がなくて、ここですね、機械押し当ててた四角く長方形あって、表面には何も傷がなくて、上のまず1枚目をめくると何も変性してないよね、ここね。でも2枚目をめくると、お、2枚目のマグロの赤身の裏にはちょっと線が入ってて、ちょうどアクリル板が点々点がついてますね。今ですね、1.5 ミリぐらいの厚みの赤身を3枚乗せてます。なので事実上ここの厚みが 4.5 ミリちょっとぐらいですね。で、実際機械をこう押し当てると、ここの表面よりもちょっと機械がグッと押し当たるとちょっと沈むので、ちょうどそうするとこの赤身の底面ぐらいが 4.5 ミリぐらいになってくるかなと思いますので、 4.5 ミリ、これがですね、一般的に我々が筋膜の組織を狙って打つときに使います。で、ちょっと今回ジェルをもうこっちの機械側に先につけておきました。で、いきます。さて、本マグロはどうなったでしょうか。1枚目何もなし、2枚目何もなし、3枚目、あ、点々ついてますね。見える？見えます。点点点点点点点で、ここにも点々が底面ついてますね。2枚目の裏、これが1枚目の裏です。本当だ、3枚目だけですね。だからやっぱり HIFU、ってですね、目に見える、変化っていうのがこう、ね、施術の直後にすっごい劇的に変わるわけじゃないから、うん、ちょっとご心配になる方もいるんですけど、まあ、中ではこんなことが起きています。で、逆にちょっとね、怖い実験をしてみたいと思います。ショット数をたくさん多く打ったり、あとすっごくもう麻酔をガンガン使って出力をすっごく上げて打ってるところあるんですね。で、うちでは実はHIFUの機械は、例えば静脈麻酔ってこう寝てやりながらするようなオプションっていうのは基本的にご案内はしないようにしています。理由はですね、安全面なんですね。先ほどは実はお客様によく一般的に使う出力でやって、まあ、それでもちゃんと点点点ついてたわけですけど、試しにこの機械のマックスの出力で当ててみましょう。何が起こるか見ますね。じゃあ行きます。では見てみましょう。表面大丈夫ですね。1枚めくって何もない、2枚目、1枚めくって何もない、3枚目、あら、なんかくっついちゃったね。うわ、うわ、こんなになっちゃいましたね。赤身がアクリル板とくっついちゃうほど熱が、ほら、ここですね、くっついてたところが。出力が強ければ強いほどいいわけではなくて、これぐらい中の組織を損傷していくと、さっきぐらいのわずかな点点点であれば、ご自身の組織の再生力で中の組織がね、再生してくることによって安全に治療を受けていただける。
具体的に何が安全かというと、もし万一ここに血管とかあるいは神経とかの組織があった場合、特に怖いのが神経ですね。神経がここにあった場合に、これだけ強い熱を加えて神経を損傷させると神経が回復しないことがあります。何が起こるかというと、例えば顔に麻痺が残ってしまったり、ずっと何かしびれの症状が残ったりということが起こるので、まさかこのね、美容医療で綺麗になろうと思って受けたのに、受けたことによってあの部分的に顔が麻痺しちゃうっていうことはね、絶対に私たち起こしたくないんですね。でそれがやっぱ寝てやってしまったり、あと強い麻酔を使ってると判断が我々できなくなるので、実際にこう施術が終わってしばらくして、あれ顔が動かないとかっていうことが起きる可能性があるということです。非常にこれ危なくて、今回この赤身のマグロだったからまだいいんですけどね、これがもし神経の組織とか、あるいはご自身の脂肪や筋膜、筋肉の組織だとしても、筋肉、これがもしほら誰かの筋肉だとしても、筋肉がもう切れちゃってますからね、これね、これ状態になるということがやっぱり危ないので、安全かつ効果的な出力の設定っていうのが非常に大事だなと。はい、では今日は佐藤さんにもご協力いただいて、こちらの、 あの赤身のマグロのね、刺身を使ってハイフの原理についてご説明しました。ぜひ安全かつ効果的な治療を我々のクリニックでも提供したいと思っていますので、また何かご質問がある方はクリニックでご相談いただいてもいいですし、あるいは YouTube の方にコメントに書いていただいてもと思います。ありがとうございました。